どうも、プロダンです。いや、おー。はい、ということで、今日は今朝の9時なんですけど、テンションが上がってます。ということで、今日何やるかというと、またネタがなさすぎて、もうダメだ。もう多分ね、3日に1回ぐらい同じもん食う動画あげると思う。またこいつ卵焼きご飯食ってんのみたいな。さらに。でも今日は、もう、すげえの考えた。すげえの考えて、何かっていうと、こちら、見ればわかるんですけど、こんなのがあってて、大阪の王将。パッケージがうますぎじゃん。羽根付きチーズ餃子だって。ここだけアメリカ人ログインしてるんですけど、餃子売上日本一の餃子。で、3種類ね。国産赤鶏の塩唐揚げ。このパッケージすごいよね。からの、これ。柔らか唐揚げ、ふっくら。ふっくら若鶏。うわ、うまそうと思って、これじゃあとりあえず買っとくかと思って、知らない手入れた次の瞬間に、レンジでふっくらパラッと五目チャーハン。これやばいでしょと思って。これ、唐揚げと餃子とチャーハンって、マジやばい。餃子チャーハンはあるけど、王将とかね。唐揚げってあんまないよね。だから唐揚げもつけちゃうみたいな。もう最高にご飯もかき込みたい系のレパートリー。で、からのスープがねえなと思って見たら、帰り際にこちら、マルちゃん製麺のスープ買ってきました、これ。もうこれですすって、飲んで、唐揚げ食べて、餃子食べて、チャーハンかき込むみたいな。想像したらもう早くやりたくなって。これはやばいでしょ。これすごくない。チャーハン、餃子、唐揚げ、チャーハン。これはすごいよ。じゃあ今朝の8時半なんですけど、これをちょっと炊いて食べていきたいと思います。じゃあ、クッキング、スタート。楽しみご飯はチャーハンがあるんで1合でいいかなみたいな。笑えない今日。これめっちゃうまそうだぞ、これ。匂いがやばい、もはや。めっちゃうまそうです、こう見えて。凍ったままの商品、皿のターンテーブルに端に置き、なんだ、ターンテーブルって。これ、食えねえぞ、こんなに。やばい、どうしよう。まあ、こんな感じで、はい。で、このまま電子レンジで5分ぐらいでいいかな、5分。じゃあまずはこちらの餃子、売り上げナンバーワンのやつ。油も水も引かないっていうのからすごいよね、これ。あ、じゃあ5分焼き上げた、温めたあの唐揚げいただきたいと思います。冷たそう。うまっ。うまいけどめっちゃ冷たい。はい、2分半ぐらい焼いて、今こんな感じです。肉がね、結構この、ほら、端が焦げ目ができてきて、羽が生えてきましたね。あ、すごい。あ、できてる。じゃあ、いきます。せーの。うわー。うわ、羽ができすぎて、もう、なにこれ。もう、羽じゃなくなってるな。入れていきたいと思います。よいしょー。うわ、すげえ量じゃん、これ。やべえな。はい、
すごいぞこれ。やべえ、作りすぎちゃったな。かご飯炊いた意味がない。もうご飯炊いたら絶対食えないなと思ったんで炊いて終わりにしてます。すごいな今の冷凍食品って。もう料理しなくていいもんだって。もう簡単かつお料理美味しいっていうのはもう負けしかないもんね。見てこのチャーハン、俺が作ったチャーハン全然うまそう。いただきます。うめえ。うん、バリッバリもちもち。相反する二人が出会うとこんな美味しくなるんだね。からのスープのこのラーメン、うまい。からのチャーハン、やばいねこの組み合わせ。これもいきたい、これもいきたい、これもいきたい、これもいきたいみたいな。富士急ハイランドみたいな、ドロンパ A じゃないか、富士山みたいな。もうあれも乗りたい、これも乗りたいみたいな。いい、もういい加減にしなさい、時間ないんだから。この大きさがちょうどいい、本当に。でかすぎず小さすぎず。うん。うん、やばい、止まんないよこれ本当に。一番止まんないかもしれない今までの料理で。また唐揚げがでかくて本当美味しい、これ。うまっ。はい、ということで本日のこのダーティーなあの食材に合う飲み物はこちら、じゃん、透明なやつ。おいしい、マンピー。言葉が出てこない、本当に。言葉にできないもんね、本当。小田和正みたいな。やっぱりラーメンチャーハンが本当うまいな。餃子がうますぎてビビる。マジうまい、ほんとうまい。うん、やば、なんか部活の時に餃子の王将行って部活の部員の人たちを大食いしたのを思い出す、これ。はい、ラーメン一口、もう、うん、うん、うまっ。なんか唯一もう汗かいてももう夢中で突き進んで食い続けたい料理がほんと餃子、チャーハン、唐揚げ、ラーメンだと思うんだよ。もうすすったり食ったりみたいな。水泳で背泳ぎ夢中になってなんかコース外れて頭ぶつけちゃうみたいな、夢中になりすぎて。うまっ、うまっ、うん、やべ、またデブになっちゃう、もうやばい。皆さん太れないと思うんですよ、やっぱ女性の人とか特に見てる視聴者。太りたくないみたいな、だけど食べたいみたいな人多いと思うんで、その気持ちを俺が受け取って僕が安心して、はい、食べて太っていきますんで、皆さんの代わりに。うん、あ、どうも。うん、うん、うまい。うん、ま、唐揚げ単品より餃子と合わせた方がうまいな。唐揚げ4つと餃子4つ残しちゃいました。でチャーハンがなくなっちゃったからちょっと食えなくなっちゃった。もうラーメンがあれば食えたんですけど、やばい、腹が。よし、下がります。うわー、やべえ、すげえ増えてる。69キロだったのに70腰やばいと思った。いや、もう 71.8 までいってる。うわ、やばい、食いすぎた。
美味しいまん。めっちゃ、なんであれ中華っていうのかな、中華超美味しかった。チャーハン、餃子、唐揚げ、ラーメン、すごかった。もう、止まらないみたいな。ぜひね、まあ皆さんあんだけ食っちゃうとやっぱ体に悪いんで、皆さんぜひちょっと少量で小盛りぐらいでちょっとやってみてください。マジで美味しい、止まらないんで、はい、ということで、すごい美味しかったです。プロターンズポイント、ブルー。